Spinner. Good morning, ケリーアンです。7月7日金曜日、世界で今起きていること。メタがサービスを開始したツイッター対抗アプリのスレッズが一気に登録者数を拡大、注目を集めています。このポッドキャスト、デイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。世界はスレッズに夢中になっている。アメリカのテック大手メタがツイッターに対抗して発表した新たな SNS スレッズの登録者数が提供開始から1日で3000万人を突破しました。メタのマーク・ザッカーバーグ CEO がスレッズへの投稿で明らかにしました。スレッズはインスタグラムのアカウントを使ってログインでき、最大500文字まで投稿が可能です。ライバルのツイッターをめぐっては、1日に閲覧できる投稿数に制限を設けたことで混乱が広がっており、ツイッターユーザーの脱出先としてスレッズに期待が寄せられています。ツイッター側は、メタがスレッズの開発にあたって元従業員の企業秘密を使用したとして、メタに対する法的措置を示唆しています。イエレンの訪中に緊張緩和の期待がかかっている。アメリカのジャネット・イエレン財務長官が6日、中国の北京に到着しました。本日7日には中国首相の李ちゃんと会談する予定です。バイデン政権の閣僚としては、先月のアントニー・ブリンケン国務長官に続く訪中で、気候変動や新興国の債務問題など世界的な課題についても協議するとみられます。米中両国をめぐっては、半導体関連の輸出規制をそれぞれ強化するなど対立を深めており、今回のイエレンの訪中が関係改善につながるのか注目されています。テスラは中国の市場秩序を乱さないと約束した。中国の大手 EV メーカーとテスラなど16社は過剰な値下げを避けることで合意しました。中国では電気自動車の価格競争が激化しており、政府が介入して沈静化に動いた形です。16社は上海で開かれた中国自動車フォーラムで公平な市場競争の維持に向けた承諾書に署名。製品は正常な価格で提供し、社会主義の核心となる価値観を守っていくと約束しています。中国では政府が巨額の補助金を投じたことで EV の普及が進み、昨年の新車販売に占める EV の割合は 24% に達しました。ただメーカーは値下げ競争で収益率が低下し、苦戦を強いられています。中国企業はジンバブエの産業を左右する。南部アフリカのジンバブエで中国系企業のプロスペクトリチウムジンバブエが新たなリチウム加工工場を開設しました。この工場は未加工のリチウムから不要な成分を除去する施工のプロセスを担っており、ジンバブエの大統領エマーソン・ムナンガグアは、工場開設によってジンバブエが世界のリチウムのサプライチェーンにおける競争力のあるプレイヤーとなると述べています。リチウムはいわゆるレアメタルと呼ばれる金属の一つで、その名の通りリチウム電池などに使用されています。ジンバブエはアフリカ最大のリチウム生産国で、近年は中国企業が鉱山プロジェクトに参入しています。一方でジンバブエ政府は未加工のリチウムの輸出に対して厳しい制限を課しており、国内でのリチウム加工を発展させたい意向があると報じられています。ブラックピンクも球団戦で揉めている。ベトナムの政府当局はK-POP スターのブラックピンクが今月末に予定しているハノイ公演を前に、コンサート主催者であるイベント会社 IME に対する調査を開始しました。 IME によるウェブサイト上で使用されている地図に、南シナ海において中国が主張する国境線ナインダッシュライン、通称九段線が記されているとして、ベトナムのブラックピンクファンの間で議論が過熱。ソーシャルメディアであるファンは、ブラックピンクは好きだが、私たちはベトナムのために声を上げるべきだと綴っています。 IME の CEO はこの事態を受けて声明を発表し、これは不幸な誤解によるもので、
該当する画像を差し替えて対応するとしています。球団戦をめぐっては先日も公開直前の映画バービーの劇中で球団戦が描かれているとして、同作品はベトナムで公開ができなくなっています。今世界で起きているニュースをいち早く受け取りたい方は、デイリーブリーフをぜひ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでフォローしてくださいね。そして皆様の応援のおかげで、有料版となるデイリーブリーフプラスを Apple Podcast とノートでスタートいたします。各週土曜日に一つのトピックを深掘りしたコンテンツ、毎週日曜日にその週に起きたことをまとめるダイジェスト版を配信いたします。日本語でいち早く手軽に隙間時間を使って世界の今を知りたいリスナーの皆様でさらにパワーアップしたデイリーブリーフをお楽しみください。ケリーアンでした。 Have a nice weekend!